安倍総理大臣はパレスチナ自治政府のアッバス議長と会談しおよそ86億円の経済支援を行うことを表明しました財政支援のほか食料支援、医療保険分野への支援難民支援などでありパレスチナ市民の生活水準向上につながることを確信しています。会談で安倍総理は 中東の安定に積極的に関与する姿勢を示し、ガザ地区の復興などにおよそ86億円の支援を表明しました。それを受けてアンパス議長は、精神的・物質的な支援に感謝すると述べました。また、安倍総理は交渉が停滞しているパレスチナとイスラエルの和平実現に向け、引き続き協力する考えを伝えました。 安倍総理は中東和平問題の解決なくして中東地域の平和と安定はないと述べ中東和平を積極的に後押しする考えです。